はい、どうもズッポンです。よろしくお願いします。こんばんは。以上、始まってこえやってもきなこさん、みこえみすもかいみすさん、こんばんは。ありがとうございます。ピロ,ピロさん、こんばんは。 はい今日ねえっと B1 のねえっとクォーターファイナルに試合やってたんですけれどもえビーツの方もねえっと B1 昇格が決まったんでえー、ちょっとね触れて行こうかなっていうのを思ってますのでえー、まずビーツのね試合話してから B1 の話しようかなと思ってますのでよろしくお願いしますえー、スタローユミチャさんうんハルミスさん伊藤さんミそんコピーチさんこんばんはよろしくお願いしますはいみんなのビールグとまず僕がビールグのそれ通じて皆さんとコールするチャンネルですよろしくお願いしますはい僕はフリーソダイです先生とご対決でさっし ズボンのバスケつけてね投稿していただけると喜びます。よろしくお願いします。感想いただけると本当に嬉しいんです。 う、はいはい、嬉しいんですけど意外と嬉しいんですけど、はい、意外と嬉しいんですよ僕自己顕示欲高いんでねはい、あのーはい、えっと加速いただけると嬉しいですよろしくお願いしますグッドボタンを押していただけると嬉しいです毎週の10時間かかってビデオでの話してますの、ね、でチャンネル登録もしていただけると喜びます両サイドですがこれ見てると見れるとき見てください、えー、両サイドああみんなエルズさん夏井さんまむさんこんばんは大手、はいえー、バスケメディアバスケット関西の記事書かせていただいております 下ましたは出ないかなわかんないけれどもはい、えー、記事出ると思いますのでまたね見読んでいただけると嬉しいです概要欄に、ね、リンク貼ってありますんではいよろしくお願いしますはいこういうってますはいえー、っと皆さんお金サポート待ちしておりますえー、ということでさっきも言った通りね、えー、別の話してからビー1の話しようかなと思ってますんでねまあ よろしくお願いします。はい、えー、琉球チャンネルソン、こんばんは。おっちゃん、こもちゃん、今日めっちゃ映ってたね <laughs>。あんま言わない方がいいから、こういうことはね。はい、えー、お疲れ様でした。応援ね。うん、めぐさん、ひろのさん、おばさん、こんばんは。ありがとうございます。りょうさん、えー、今日は母の日ズボンさん、いつもありがとう。はい、みんなのお母さんズボンです。よろしくお願いします。ズボンのバスケにスーパーチャットしてるのって話。いい。りょうさん、ありがとうございます。いや、マジックめっちゃ書いちゃったわ。マジックめっちゃ書いちゃったわ。 ははいはい、はい、ありがとうございいいますは俺俺俺おーちゃん見てないあれあれおーちゃんだよね <laughs> あれ今日言ってたよねあおーちゃんだなと思って,て、ま、間違えるわけないと思うんだけどはいえー、ケンさんこんばんはうんはいえー、そうなんですよはい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 ねはいちょっと待ってねはいこれ消そうよし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 はいえま、ー、ささんじゅん スケさんこんばんはありがとうございますはいうことでち,ちょっとね B2 の話も触れていこうと思いますまずはサガバルナーナズと西宮ストークスの試合ですきたねこれねはいえー、結果的な76対69、えー、サガバルナーナズが西宮ストークスに勝ちまして昨日やってましたゲームワンねえー、サガバルナーナズが勝ってましたのでここで勝って B1 昇格おめでとう いやー強かったですねまあでもね、本当西宮もめちゃくちゃ良かったんですよ、本当ね、あの4クオーター入るまでリードしてましたし、えーね、僕個人的にやっぱね森、えー、山さん、すごい頑張ってほしいなっていうふうに思っていたんで、ちょっとね、うんえー、2周目頑張ってほしいって気持ちがすごく強かったんですけれども、はいえーとまあ、差が強かったなと、えー、いうのがすごかったね。最後本当に、えー 佐賀らしさがめちゃめちゃ出たかなっていうのもあって、えー、ディフェンスもねすごく強度強くなって、まあ、リ,リーグの中でもねビッツの中でもすごくディフェンスのいいチームですから、えー、その部分が、ね、しっかりと出たかなっていうのはありましたし、まあ、あと決めるべき人が決めたニッシーが決めたりとか、えー、ガルシアが決めたりとか、うんえー、本当にね、まあ、昨シーズン、えー、クォーターファイナルで香川に負けたというね、えー、悔しさがあった中、えー、1年間でね本当にチームを仕上げて宮永さんもね最後すごく泣いていて、えー、ものすごい難関 なんか、ね、やっぱあのアリーナができてね本当に B1 に臨 <laughs> むには間違いなくねまあもちろん西宮もね 神戸に拠点を移して新アリーナの計画がありますんでえこれからねもっともっとお客さんも増えてくるだろうし人気も出てくるだろうし強くなっていくチームだろうなっていうのはえそれだけでもね想像できるチームではあったんですけれどもひた一足先にねアリーナ作ってえその本気度がうかがえた佐賀が B1 上がってくるってことは本当に喜ばしいことだなとうう思って僕も見てましたね、うん。ガガルルシシアア継続でで見たいねガルシアねーうーん ピロさんサガリナも素晴らしい。くんちゃん、こんばんは。ね、えー、そうそう、ダさん勝負どころ、西がね、今日はあんま前半ね、点入れてなくて、3コーター、までフィールドゴールなかったかな、ね、そんな感じでしたけれども、最後、エンドワン決めたりとか、スリーポイント決めたりとか、えー、素晴らしかったです。うさん、それは違うとこだな。せ <laughs> ーがーは違うな、うんうんうん。はいえー、ガルシアね、そうですね、まあ、継続するかどうかはちょっと今の段階ではまだ分かりませんけれども、うん。 そうね、西区にこうになりますからね、えー、ガルシア良かったですねうん良かったですね本当ねプレーオフねウルさんこんばんはお疲れ様でしたね 5760人、ポテンシャルは8000ぐらいのポテンシャル収容人数ねだからね、本当に今後、えー、来シーズン B1 になったらね、それこそね代表クラスの選手もたくさん来ますし、えーまあ、今シーズンに関してはね、千葉がねアウェイの記録を打ち立てる、千葉ジェッツがねアウェイの記録をね打ち立てるっていうのがあったんで、うん、なんかそんな感じで、えー、こう人気選手ね、ねそれこそくんさまだったりとか、が樫くんみたいな選手が、えー、来るってことになったら、もう8000人。 にね、フルハウスってこともありますんで大、うんはいえー、柴さんの予想そうそう大柴さん予想したことこ全部外れるっていうねうん。 いぶりのすけさんこんばんは板挟みさん個人的にフィーラーそうですねフィーラーですねえー、本当にまあそれこそちょっと僕も今日リツイートしたリツイートじゃねツイートしたんだけどさね僕あのしえっ、ー、とー何えっ、ー、とサガー開幕しシリーズ開幕する前にレギュラーシーズン開幕するシリーズじゃないかレギュラーシーズン開幕する前にね、えー、記事書いたんで開幕前の展望みたいなのをね、まあ、そこにもフィーラーのこと書きましたけれどもうん、えー、まあ私今この間のね、えー、直前の、えー、B2 のその プレーオフ始まる前のねえっ、ー、とプレビュー記事にも書きましたけどやっぱね、昨シーズンえっ、ー、とーまあ、そのファイナルというかまあ、このトーナメントを勝ち上がってるね経験を持っているフィーラーあと、光、まあ、原んとかね、えー、彼らのきねあの経験がどう生きるのか注目みたいなことを書きましたけどやっぱりフィーラーも本当にいいところでしっかりと仕事していたなっていうのは本当にありましたんで。うん えー、ベガスさんこんばんは、春生さんこんばんは、小田さん、チェイスの優勝権を握実力発揮なるか、本当そうだよね、まあ、佐賀に関しては本当に、えー、今シーズン、えーまあまあ、毎度のことなの、まあ、まあ、2年連続でガルシア、ね、結構離脱してますけど、今シーズンもね、リシーシーズンの半ばで、えー、ガルシアが離脱して、えー、マッキントッシュも離脱してっていうところでね、まあ、テレンス・キング入れたりとか、えー、いろいろやってましたけれども、まあ、そんな中、フィーラーだったりとか、ニッシーがすごいね、本当活躍をして、えー、あの間も、まあ、ちょっとね、あの後あと、その 最後の方はねちょっと連敗しちゃった時期もありましたけれどもそれでもね本当に連勝を続けていて。 途中まではね、本当にリーグ一位を浸してましたんで、うん。まあ、そんなチームが、やっぱね、ここでちゃんと、えー、今シーズンの、まあ、まだ分かんない、あの、一位決定、優勝ね、あの、ファイナル、ビーツのファイナルもありますけれども。まあ、一つね、こう、結実させたというのは、本当に、えー、素晴らしかったと思います。いや、西宮も、本当にな、いや、パプがね、パプが聞いてたね、最後ね、四コーターね。まあ、ファールもしてたけれども、パプ。オフェンスリバーのも取って、多分二、三本取ってて、まあ、かつディフェンスでもね、しっかりとやって。 いて締めに関しては最後の方のポジションね、えー、ちょっとバイオレーションだったりとかターンオーバーが何個かあったのがあそこでちょっと得点が止まった時間帯があったのがね痛かったかなっていうのを思いますけれどもうんでもいいチームでしたやっぱり越谷に勝ってねその勢いのまま、えー、行くかなってい思ってた部分もあったしちょっと行ってほしいなって気持ちもあったんですけれどもうんねいやーまあグッドゲームでしたナイスゲームでした本当にね、うん、レッツダクさんこんばんは、ーもちゃさんこんばんは。 えーっとスターさん日西、平均14.6、これ日本人1位かな、多分ね、えー、今シーズン立派でしたね、本当にね。うん、パプがねどうですかね、まあ、宮永さんがやっぱり2年,2年間かけてこのチームをしっかりと優勝,優勝じゃないや、や、えー、B1 昇格できるっていうチームに仕上げたんでね、えー、まあまあ、そんな普通に考えればですよ、普通に考えれば、たまにあるパターンではありますけれども、えーとね、うん。 あの昇格とそのともにまあ宮永さんも継続かなとは思うんですけれども、うんはい、ちょっとねわからないですよねどうなるかね、まあ、そうした時にパップがどうなるかもわからないしねうんビューさんこんばんは賢スさん新アリーナもデッキ以来場者5000人超えて新瓶マ基準も超えそう間違いなくそうですね、まあ、あとはまあその、えー、と売り上げの部分がどうなるか全然ごめんなさいちょっと今シーズンの佐賀がどのぐらいの売り上げを立ててるか見てないんですけれどもうん。<laughs> えー、ズボンのバスケ的には小寺さんの前はパそんなことないっしょ。あさこさんこんばんは。ねうん いや素晴らしかったです本当にさっきも言ったけれどもねあのやっぱ勝負どころでの、ねまあ、4クオーター、まあ、そこまで結構、ね、最初から本当にまあディフェンシブな試合になるかなっていう立ち上がりの感じで、まあ、1クオーターも実際20点お互いいかなくて、えー、3クオーターで、ねえー、と新日の目が23点取ったんであちょっとここ1つ、えー、きっかけつかむかなと思って見ていたんだけれども、うん、やっぱり4クォーターここで決めるんだというね、えー、佐賀の何、えー、だろう ね、気迫みたいなのがあってやっぱガルシアがすごかったね4コーターだけで11得点 <laughs> すごいな西も7点かこのコーターでやっぱ取るべき賞しっかり取ったね本当にね、うんまあ、西宮の方も頑張ってました本当堂原君だったりとかね津内君もねあそこでいいとこでスリー決めてましたし、うん、ジョーダン・ハミルトンがね、えー、ちょっとこのコーターで3本スリーポイントがね入らなかった3分の0だったっていうのはやっぱここはちょっとまあこれ言うても仕方ないことではあるんですけれども、まあ、彼がねやっぱり、えー、スコアラーとしての役割になって いたのでまああいう状況であればね、ちょっと無茶してでも打たなきゃいけないっていうシチュエーションもあったのかなと思うしね。うん、えー、っと、そうね、隅田君も僕見たいんですね、好きなんです、す隅田くんね。うん、えー、っとそう、FE、そう、FE 名古屋がね、押し出されるような形で、長崎とね、佐賀の押し出されるような形で、中地区の方に行きますね。うん えー、来季 B1 西区ね面白そうだよね <laughs> 本当にね分かんないだからこの2チームがこのオフでこのオフでねどういうふうに補強してくるのか分かりませんまあそのままってことはないとは思うのでうん、まあ、どう B1 仕様に仕上げてくるのかなっていうのはすごく興味深いですよねとろろさんこんばんは、えー、ピよーつさん B2 セミ本当に素晴らしかったここでも西が暑いなって思って見てましたが西宮も、えー、西って入っててとにかく素晴らしかった非常に西宮東区なんだけどね うんうんハ、う、イ、んさ,んんうん、さん、そうですね、パフと隅田君もね、多分二2本とか取ってると思うので、2本取ってるかな、もしかしたらもう見ればいいのか。えー、っと、このクォーターで、えーっと、佐賀がオフェンスリバウンド。うん パプが2本、えー、墨田君が2本だねそうだね、うんまあ、森山さんもなんかここの部分がやっぱちょっと悔やまれる4コターの入りとフェンスイバーの取られてしまったのがちょっと悔やまれるようなことを言っていた悔やまれるというか、まあ、そこがちょっとえー、っと、うん、なんかそんなポイントになったかなみたいなことを言ってましたんで、うん、いや森山さんまあね森山さんずっとね福島でやっててずっと B2 だったから B1 で見たいなって気持ちもあったんだけどね はい、まあ、宮永さんもね、あの北海道の時から応援してますんで。うん、えー、っと、そうです。D. はね、えー、西地区ですね。D. が一番西の、あの、先頭ですね。から、まあ、南に向けてってとこですね。はい。えー、っと、お、お、狩松選手ね。そうですね。まあ、継続であれば、また B. Y. 戻ってくるね。滋賀から、えー、っと。 ね、長崎に行ってもう 2, 2年でね B3B2 と、えー、ねやっぱり B3 で、えー、そうだよねベスト5とか入ってましたもんね、うん、はい、えーまあ、個人的にはまああのー、本当にまあなんていうのかな個人的には何も何もないっていう言方もおかしいんだけどあのー、何こう、うん、思い入れはやっぱりなんか西宮にあったなっていう感じがありまして、はい、でも佐賀もね本当に B1 にふさわしいチームだなっていうのを間違いなく思っていたので、うん、はいはいはい えー、おじさん、こんばんは。<laughs> いい名前ですね。小次郎さん、えー、こんばんは。初めまして、いつも拝見します。ありがとうございます。シガブスターね。うん、ありがとうございます。本当にね。初め,初め,初めて、見てるだけじゃなくてね。はい、皆さんねあの。チャットしていただけるとズボンは喜びますよ。ズボンは喜びますよ。も、はいえー、しよかったらチャットしていただけると嬉しいです。はい、強制はしないですけどね。うん そして早くもすみません360人の方見ていただいておりますビーツの柱、ね、ありがとうございますグッドボタン、ね、押していただけると嬉しいですよろしくお願いします、うん、はいえー、っとそんな感じでいいかな、ね、ちょっとね B, B, B の話もするんでね、はい、え次のカードがこちらアルティーリチバと長崎ベルカの試合です来たねこれね ゲーム1、えー、長崎が取りましてそしてゲーム2、えーね、アルティーリが大差で勝ってただレオ・ライオンズをね書いた状態というアルティーリではありましたけれども結果的には86対91、長崎ベルカがアルティーリ千葉に勝ちまして B1 昇格いやー。この試合もすごかった ね、この試合はすごかったねうん。 同期、えーまあ、チームが設立して2年目、えー、2シーズン目という、ねまあ、同期の対決ですし、まあ、昨シーズンは、まあ、B3 では、ねえー、長崎が取りましたけれども、うん、でもお互いがこう、ねえー、切磋琢磨してきたようなライバル関係にあるチームでただ、この、ねえー、トーナメントの、ね、シーディング上どうしても、ねえー、とどちらかしか上がれないという、えー、レギュレーションにはなっていて、まあ、そんな中で、ね、一勝一敗で。 この試合勝った方がね。えっ、ー、と。 B1、えー、ですよという試合だったんですけれども、まあ、なんかちょっと酷だなとは思いましたけどねどっちかしか上がれないのかどっちも B1 でいいんじゃないのかそのことじっちゃだめだけれども、ね、その場でっちゃだめだけれども、えー、どっちでも B1 でいいんじゃないのかなと思うような試合ではありましたけどもね、えー、出だしから9 0のランかなアルティーリがだから昨日の勢いのままねアルティーリがいくのかなと思ったら長崎がねしっかりと展開していってで3クォーターでね長崎が10点ぐらいの差をつけて4クォーターを迎えた最終クォーターを迎えた。 けれどもいやーこのまま長崎が行ってしまうのかなと思ったら4クォーターの前半も千葉がね覚醒しまして、えー、一気にね追い上げていって追い越してね、まあ、このままね突き放すのかなと思ったところで、まあ、ちょっとね、えー、ジェフ・ギブスの、えー、思わぬファールがありまして、まあ、長崎にとっては痛手だったんだけれどもあの場面でちょっと逆に流れが変わってしまったかなというのがあってねあそこが1つのポイントだったのかなというね。うーん えー、高平君のね、本当に3、5本ぐらい入れた、ね、8分の5とかだったっけ、ね、いやすごかったね、もう意地を見せてくれました、ね、高平選手、はリスがもう劣勢のところからね。うん あーそうだねパープルカンさんその通りですねえっ、ー、と結果論になるけれども、えー、ジェフ・ギブスのディスクオリファイングファールで、えー結,まあ、結束力が高まったうーんそうね何だろうどういうスイッチが入ったのか分かんないけどちょっと流れが変わったかなというようなゲームではあったよねうんダイマルさん負けてしまっためちゃめちゃ悔しいです来年こそかなるそうですね来年ねうんおーちゃん大塚さんの B1 ねそうだねうーんエールさん来季は B1 で九州ダービーそうです うん、うん、そうあ、ギブスは出れないですね。ビッグブス、3、バンクショットの3決めてましたけどね。はい、えー、っと、ベガスのギブスのね、そうですね、火が,、まあ、がついたのかな、うんえー。小田さん不足の退場者が出たとこ流れ変わるはあるあるです。んそううだよね、うん 純粋さん3年目で B は参入は夢がありますね、本当そうだよね、うんまあ、もちろん、えー、ここがね、一、えー、つのまあ目標ではあったと思います、間違いなく、えー、目標としてももちろんあったと思うんですけど、ただこれがね、最終的な、えー、長崎ベルカにとって最終的な目標ではないと思いますんで、まあ、ここからがね、また楽しみなチームになるよね、やっぱり、まあ、それなりに、それなりというか、めちゃくちゃリーグの中でもね、あの力を入れてやってるっていうのがね、本当、目に見て取れるチームではありますんで、うん。 高さんありがとうございます。高さん長崎さん、B1 西区いらっしゃいませ。とんこつラーメンちゃんぽん食べたか。ありがとうございます。苦しくない。苦ない。うん。えー、っと、多分、えー、皆さんにとってですね。あの、めちゃくちゃ興味がないこと、一つだけ今からお話ししようかなというふうに思ってるんですけれども。そうです。そうちゃん、そうだ。九州行こうなんですけれども。僕ですね。人生で、えー、っとですね。九州に行ったことが一度しかないんですね。 一度しか,ないんですよしかも仕事であのちょっと,え、えー、と福岡に4時間滞在しただけなんですよだ僕の人生4四十2年ちょっと43年弱生きてる人生の中で、えー、九州の地に足を踏み入れたのは4時間しかないんですねなのでちょっとね来シーズンはなんかねうまく、えー、こう行けたらいいかな佐賀でもいいし長崎でもいいし行けたらいいなっていうふうにはちょっと思っておりますはいあの小学校何年生かな5年生とか4年生とかかなあの時あ違う5年生 そ生から6年世界の時にね。えっ、ー、と夏のね。家族旅行でね。えっ、ー、とハウステンボスに行くっていうね。予定を立てていたんですよ。お父さんとお母さんと弟と4人でね。はい、えー、ただ、ちょっと親戚でですね。急な不幸が起きましてはい、えー、それでね。旅行をキャンセルせざるを得なくなったっていう経験がありまして。うん、なので僕はねえっ、ー、と九州に行ったことないんです。あるんですけど、4時間しかないんです。4時間しかないんですよ。はいね。だから行ってみたいうん。 はい、えー、っとズボンのバスケ市場か、ね、えー、過去一一番ね、皆さんにとってどうでもいい情報でしたね、今のね。はい。えー、っと、プーニーさん、ズボンさん、こんばんはー、うん。ええー、おだす、あやさん、えー、ごめんなさい、あやさん、千葉の通訳さんの涙にもらい泣きしちゃいます。そうね、悔しいよね。本当に、本当に悔しいよ、だって。ね、うーん。 掴みかかかってるどころかもうんっていうところだもんね本当にあの4コーターのの勢い見てたらなあすごいなもうなんかラベネルとラベネルと杉本系でどんだけやんのみたいなねうんえくんちゃんさんズボンさんのおかげでビッツも見るようになりました嬉しいですね全然ビッツの話してないけどね普段ねおうちゃん行こうおうちゃん一緒に行こううんえベガスさん長崎行きましょう羽ゃさんズボンのバスケアットホスボス <laughs> ハウステンボスもだからリベンジしたいよね、その何ですか10歳ぐらいですか、だから30年越しぐらいでね、はい、あのハウステンボス行ってみたいよね。うんえー、小田さん、じゃあ試合見ずにハウステンボス行くもただの旅行じゃん、そしたらね、うんえー。ハウステンボス行きたいな。佐賀,何があるの佐賀ってなんか有名な,なんか観光地とか食べ、ごめんね、あの長崎はやっぱハウステンボスのイメージすごくありますし、えー、長崎ちゃんぽん、はいえー、とかやっぱ知ってますよ、僕だって。ね、はいあの 知ってますけれども、えー、佐賀ごめんね佐賀でピンとくるものがない佐賀でピンとくる観光地や食べ物ピンとくるものがない、うんはい、皆さんちょっと教えてください、うん、平野さん九州土佐回りね、うんはいえー、香取さん長崎の試合の日に発生もセミナーでバス,バス,ケ,バスケットライブ観戦だから意味がないじゃんだから俺現地で試合見せてもらわないと <laughs> 吉野ヶ里遺跡黒川温泉 えっとうん、ズボンさんの人生で4時間するとあのしかもあれだよあの仕事で行ったにもかかわらず福岡のなんかあのシ,ョットショットバ何ていうのかなあのテキーラがいっぱい置いてある店でなんかあのえー、っと。 100種類ぐらいテキーラがなないその連れて帰ったかよく分かんないんだけど100種,ぐらいテキ100種類ぐらいテキーラがあってであのちょっとなんかあの僕が一番年下だったんだけど社長の会みたいなのに一緒にいてでじゃんけんして負け,あだっ、ね、負けた人があのその100種類のテキーラの番号を言ってでその、ね、もちろん値段も違うんですよそのショットで来るんだけどあの、ね、な1杯ね1000円,円ぐらいのものもあればあの数千円のものもある わけですよでそれを飲むっていうのをやって帰ってきました意味わかんないね <laughs> 意味わかんないねうん、はい、そ,うそういうのやってました意味わかんないね本当に。に、はい。えー、っとライルさんこんばんは、うん、<laughs> はいはいはいありがとうびそうですねはいアルバルクがねあのー、ね、まあ、そう東のチームが来たらねえー、っと、まあ、千葉だったりとか来たらアルバルクがね中地区に来く予定だったんですけどね、うん えー、全然分かんないえー、面白いなみんなイカイカが有名なの佐賀牛えー全然知らなかったイカか俺イカ好きだよどういう宣言かどうか分かんないけどはいはいはい えー、いかが美味しいんだへえ、うん、お茶お茶も美味しいんだうんまあねそうですよね東地区の他のチームからしたらねアルバルクさんどち,ょちょっと東中地区行ってもらった方がいいですよねみたいな部分はね正直あったとは思うんですけどね、うん、はいごめん全然試合の話してないねまあ下か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 いいのかまあでもやっぱりあそこで点が離れた時にねあの4クォーターの、えー、あそこで離れた時だったりとかにやっぱりあの スリーポイントチームって怖いなっていう風うに本当思わされましたね。えっ、ー、とこれもだからあの。 プレビュー記事とかでも書きましたけど、えー、千葉は本当にツーポイントのチームインサイド、えー、ペイントが多いっていうチーム、えー、リーグの中でも一番多いチーム、えー、逆にスリーポイントが一番少ないチーム逆に長崎はリーグの中で一番スリーポイント打つチームスリーポイントチームでツーポイント本当打たないチームっていうね本当真逆なんですよこのあれがもちろんねアルティリーツ、えーっと何、えー、ポイントやスリーポイントもね、えー、確率よく決める、えー、チームではありますけれども、うん、でもあの離れた時にやっぱあの連続スリーポイント えー、高平君だったりとか、えー、ボーンズとかのねスリーポイントがやっぱり、えー、やっぱあるとさうんやっぱそのあっという間になんかねスーポゼッションで、えー、簡単に追いつかれちゃうみたいなのが起きていたのでスリーポイントチームってやっぱ怖いなっていうのは本当にね、えー、改めて思いましたねうん、えー、釣りかこコロッケさんこんばんは加藤さん昔お付き合いさせていただいた方が佐賀出身でしたああそうなんだそうなんだ じゃあその人についてちょっと今から書いてください、チャットに。うんはいはい,はい、いやー、すごいね、まあ、これも本当になんかね得点がどうだこうだっていうのもあれだけども、やっぱりでも本当にね、えー、杉本選手、今日はは24得点、すごい、えー、13アシスト、うん、で1ターンオーバー、あんだけボール持ってても1ターンオーバー、えー、すごい、3スティール、すごいね、うん、すごい選手ですよ、ね。 で、北くんが良かった。今日は僕の大好きなキダコロニー。はい、ええ、四分の三で十九得点。うん。 ね、木田君が、えー、バチバチやってましたけどね、まあ、彼は本当ディフェンスもいい選手なんでね、えー、やっぱりうん木田君もついに B1 で見れるかなと思ったんですけれどもなかなか難しかったラベネルがそして23得点まあライオンズがいたらどうだこうだって話はね全然ないと思いますけどまあとアシュリーのファールだねもうシャックさんがいつも言ってたけどねアシュリーのファールアシュリーのファールがねまあラベネルもそうなんだけどねもう早い段階で2つしてしまってそれでも果敢にさなんかあの人分かっ <laughs> あの人わかっ っててんのかなって悪口っぽくなんか言っちゃう悪口じゃないんだけど分かってんのかなあの関係ないよね。あのファールいくつしててもガンガンさなんかディフェンスも体張っていくしさねルーズボールとかリバウンドとかもさ体当てていくしさ。ねあの 分かってないのかなって <laughs> 分かってるんだ、絶対分かってんだけど、絶対分かってんだけど、分かってないんじゃないかなと思うぐらいね、激しくいって、まあ、結果的に3コータの頭で4つ目をね、吹かれてっていう感じだったんでね、まあ、でも結局、まあ、38分出てるんで、あれなんですけど、プレイタイムは変わってないんですけどね、うん、まあ、若干ソフトにならざるを得ない部分もあったかなとは思うんで、まあ、それは仕方ないかなとは思うんですけれども、ちょっと悔やまれるかなと思います。長崎の方ですけれども、マッド・ボンズ、僕に名前が似てること で有名なマット・ボンズ、はいえー、っと33得点。うん。えー、高平くんはそう3、今日は8分の5で、えー、3だけでね、えー、15得点。うん、すごい,、はい。えー、ギブスも3ポイントを決めて15得点。うん。はい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 。 えやっぱね、アギラールのディフェンスが良かったりとか、いろんな場面でね聞いてたと思いますし、刈俣選手のねコントロールもすごく良かったですし、松本君も良かったね、本当に。最後ね、松本君が喜んでる姿を見て、僕はなんか、めちゃめちゃなんか、あったかい気持ちになりました。うん いや本当に今シーズン、あのね、それこそプレビュー記事、展望記事で松本君のことまあ2行ぐらいだったけどね、書かせてもらったけどね、本当に、えー、苦労してるなってなったところからこのね、えー、本当にここまで来たってことは本当すごいことだなとうう思うんで林田、うんはい、さん、えー、杉本大崎えー、木田のックを大事いい流れ作れてましたね。うん、えー、っとおーおー <laughs> 板挟みさん、アルティリーワーシュリーのファルトルブリトカット、ボンズ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 ボンうですライオンズがね、そうでしたね。桜の名称があるんだ。へうん加藤さん、佐賀の佐賀出身の元カノはとりあえず主語だった。そうなんだへへ 松本くん、ね、本当にねうんねかっこいいしね見た目もいいし見た目もいいしじゃないけど <laughs> ディフェンスライダーがハッスルしてねまあ結構速攻の前線走っていやめちゃくちゃいいやんっていうね、うん、もう生ではごめん僕奈良時代にねあの立ち入りやった試合を見たことしかないんですけどうん松本君生で見たのそれそれがそれしかないんだけどうんいやーねうん はいえー、本当におめでとうございます、もうね、そしてアルティーリは本当に残念で、めちゃめちゃ悔しいと思いますけれどもね、うん、また、えー、これでチームがなくなるわけでもないですし、また来季ね、えー、再チャレンジということで、頑張ってほしいなって本当に思ってますね、やっぱ関東に、ね、B1 のチーム増えることはすごくいいことだと思うので、こ違いも、ね、同様ですけれども。はい ええー、ということで、はいえー、ちょうど30分ぐらいなんでねこれで B2 の話を終わりにさせていただこうと思いますここからねえっ、ー、と今日行われてました B1 チャンピオンシップクォーターファイナルの2試合の話をしていこうと思いますのでお付き合いください、えー、500人ぐらいの方見ていただいております本当に遅い時間にもかかわらずありがとうございますグッドボタンが少ないのでもしよかったらねグッドボタンを押していただけると喜びますよろしくお願いします、えー、和久ささんこんばんんこばはチャガールダスさん次も選手はチームカスカートあーまあねうーん、まあ、RT でねこれで 2シーズンやりましたんで、フィーからいってね、うん、まだ B1 は経験してないよね、多分ね、うんうんね、うん、してるかな、ごめんちょっとキャリア、ちょっとキャリアの一番最初のわかんない。あの前が分かんないんで、フィーの前がどこだかわかんないけれども、うんえー、長崎、ちょっとね、長崎と佐賀行きたいなっていうと思ってます、あの本当飛行機嫌いなんでね、あのハードル高いんですけれども、うん。 もう岡山まで行って岡山から車で連れてってくれる人がいるからそれで行こうかな、うん、佐賀とか長崎ならいけるっしょ <laughs> 小倉集合とかにするうんはいえー、っとはいはいあカステラかカステラかカステラ食べてないね子どもの頃はあの文明堂のカステラなんかあの月に1回ぐらいはなんか家にあったけれどもさ今ないね、うん え長崎7時間かかる岡山から <laughs> 岡山から7時間か <laughs> それはちょっときっちりなさすがになうん新幹線であの九州あれ新幹線って直接通ってる直接通ってる通ってないちょっとあの行こうとしたことがないから分かんないんだけど小倉まではあるじゃんそのあのね何だっけんとか新幹線がねその先はさ通ってるけれどもつながってるつながってるつながってる つながってるつながってないつながってるえーえー、マジでシュウマイシュウマイさんえー、長崎アリーナもうすぐできあもうすぐできんの長崎あそうなんだつな、うん、がってないのじゃあ一回,回,回乗り換えればいいの一回つなが一回乗り換えればいいの博多まで行って山陽新幹線そこから特急特急うんそうなんだええー いやもうちょっと陸路で行くよ、ちょっと僕は飛行機乗りたくないから、うん、あんまり本当嫌いなんで飛行機、<laughs> 飛行機嫌いなんで、使う高いとこが嫌いなんで、うんはいえー、博多で終わり、うん、でそこから特急で行けばいいの、うん、バス、九州新幹線って何、九州新幹線の存在じらない。うん 岡山で岡山から行くかしら岡山から行く。あ、あ博多号で行く。博多号。あのキングオブ夜行バス、博多号で行く。<laughs> ズボンどうでしょう、やるズボンどうでしょう。うんいいね、夜行バスも。はい、オッケーはい知らない500人ふえ超えてたから、はい。ちゃんといちゃんといえちゃんと話すよ、はい。バスケの話よバスケのもう旅行の話じゃなくてはい。兵庫からフェリー、すげえ選択肢だな、それも。すげえ選択肢だな。兵庫からフェリー <laughs> えちょっと調べてみよう陸路で行く方法さすがに埼玉から車じゃ行かねえからさ、うん、島なんていうものそれ「5の島市」って何?「5の島市開催」って何何何えー、っとそれは何?「島」でやんのえ島,島じゃないかうんうんなんか「島開催がある」とかって誰かに書いてたよねツイッターになんかみちらった見たけどそんなことあんのと思ったんだけどねえうん はい、後藤氏、後藤氏、えー。それは島じゃないところか。うん。お。お。ぼくさんだ。ぼ <laughs> くさんだ。ありがとうございます。えー、新幹線のさくらで新鳥栖駅で。 緑に乗り換えていきましたあーそうなんすね僕さんねこのえっ、ー、と先週先週の長崎の試合の,、えーね、あの解説されてたんでねいつも島根の、えー、解説ですけどね先週えっ、ー、と長崎の試合解説されてて、うん、すげえフレ,フレッシュでしたね素晴らしい本当にえーえー、っと明日があれだよね明日が。 解説だよね、明日解説ですか <laughs> 明日解説ですか <laughs> ちょっとそれ把握しなくてごめんなさいまあさすがに3日目で3日目だからや,やるのかなうんね、えー、と島根とアル,アルバロクの試合ねうんえーっとおおおおおお、うん、ちなみにズボンさんの自宅自宅を知ってるお前っていうね自宅から長崎市立総合体育館まで電車で8時間あ近いじゃん近いじゃん8時間になのねうん ご当主はマジで秘境のチラシ逆にそこに行きたいね、うん、昔さ金沢サムライズの試合見に行くんで金沢までであの金沢市開催だったらいいんだけどな何だっけななんとか市ってあのさ能登半島の先っぽのさあのー、ところ <laughs> ところにの開催のとこ行ってさそれこそ島根スサノーマジックと当時 B2 ね当時 B2 の、えー、金沢サムライズ VS 島根スサノーマジックの試合見に行ったんですよ。うん あっ僕さん明日頑張ってください。あの明日も期待して期待しますから楽しみにしてます。はい、えー、そうこのチャンネルはね、はい、あの相撲のバスケはね本当にえー、今日は島根の話ないんで多分島根のおっちゃんの方少ないですけどそういう時に限ってね僕さん来てくださるんでいやこれは本当に普段ねあね島根の試合以外も見てくださってるあの。 え島根ブーさんの方は本当にあれですね「今日見ててよかったね」ってやつですねはいあそれ七尾市七尾市それそれ七尾市七尾市開催の時ってさね本当になんかあの山の上に体育館があって <laughs> あのディスリートは全然ないディスリートは全然ないんだけどあの本当にこの上に体育館があるのかなって思うような感じのところでねうんび,っびっくりしながらねそわそわしながら行った覚えがありますうん。 佐賀アリーナまで7時間20分あーそんな遠くないね、うん、全然いける全然いける、うん、じゃあ日帰りでいくわ、はい、佐賀と,、えー、と長崎うん。<laughs> オッケーごめんね、あの話が行ったり来たりしてすいません。はいえー、皆さん教えて、いろいろ教えていただいてありがとうございます。本当、僕、デブ症なんで家から出ないんですけれども、はい、ちょっとさすがに九州は、ね、人生で4時間しか行ったことないので、はい、行ってみたいなっていうふうに思ってますので、来シーズンね、本当、佐賀、えー、長崎に、ね、行,けるの行ける機会があることを、ね、楽しみにしております。オッケーじゃあ B1 やっていきましょうかまずはこのカード千葉ジェッツと広島ドラゴンフライズの試合です。したねねこれね、はい、結果的には96対69き、えー、昨日は、ねえー、と広島が2点差かな70対72とかだっけで勝ちましたけれども今日はチバジェッツ今日のゲーム2は千葉ジェッツが勝ちましたこれで1勝1敗明日だよ。 明日でだから明日西あるんですよね、このね、千葉、広島と、さっきね、僕さんが解説します、島根、アルバルク東京、西あります、明日はこのね、話をしようかなと思ってますけれども、逆襲の千葉でしたね、本当にね。すごかった だばさみさん、千葉のカムバックすごかった、えー、新原さんかな1、えー、クコーターから暴れまくりでしたレッドザクさん、千葉お金っ,っすえ高、ー、さん、さすがに今日は広島は負けると思った指輪、うん、さん、今日は千葉が最初からゴリゴリでしていきましたウル、ねうん、さん、いつものジェッツでよかったね。うん えーっと小津さんの千葉ブースターからするとギャビンの活躍はうれしすぎるねうん香取さんはレギュラーシーズンと同じ負け方確かに1クォーターでねうんえー、っとり リタリンさんかな、はいえー来千,葉ね、千葉ダービーもそうですよね、ちょっと残念でしたよね。小田さん千葉の修正力は強い、まあ、修正力もそうだと思うんだけどね、もうなんか、あのー、なんだろう、もう <laughs> 絶対負けないという、ね、意地と言いますか、もうね、うん、プライドだったよね、本当にプライド。うん さんこんばんこばはジェッツのスリーポイント出場して、久しぶりに40本超えで練習中の時のようないい感じでした。くんちゃん、えー、レジェッツらしい、えー、試合でした。高、う、橋、ん、さん、プロはプレッシャーという言葉がないのかな。うん 宇佐さんよかったか出て,てねうん茶川さん1ピンのローのおたけびに震えたあひまねこさん千葉を怒らせると怖い確かにはいえー、マサさん今日の千葉は気合が入ってましたヨとさんジェッツ負けないと負,けさせ負けさせると怖いいケンドさん千葉ジェッツゲーム3233勝0敗なんだそっかそっかうん悠さん千葉のスタッツいつも通りに戻ってきて安心やん 高とさんありがとうございますチャンネル登録千葉ブーサーありがとうございますよろしくお願いしますうん千葉怖いね本当にねトロウさん今日いつもいつもの強すぎる千葉でしたねチューリップさん千葉のディフェンスが、えー、島ああごめんなさいえっ、ー、と広島のキープレーヤーをつくうんつく、うんを抑えていたうん えーそうね、本気出させた感じ、確かにね。ムーニー、そっとねすご、まあ、あれすごかったね、ムーニーのねブロックね。あのその後のスミスのブロックもすごかったけどね。うん、ローがね、ちょっとね痛めてましたけどね、右をね。うんえー 伊藤雅美さん、どうなりますかね、そうですねまあ、3試合連続っていうのはまたね、これも本当に、しかも同一で3試合連続っていうのは、ね、ないですからね、CS 以外でね、なかなか本当にこれはコーチ陣も含め、トレーナーも含めてね、コンディショニングも含め、スカウティング、えーね、シューアジャストすること、本当、コーチ陣、えー、本当、スタッフ、えー、本当に、ね、チーム全体がやっぱりだと思いますし、まあ、ブースターもね、3試合連続になると、やっぱりね、まずはそのね、月曜日の夜に ね、あの定時に帰らなければいけないっていうねハードルもありますしうん本当だからこのねチーム一丸もうブースター一丸みんな一丸でね戦わなければいけないっていう月曜ゲームですからね。うん イブリノスケさん明日ののジェッツもこの調子にかかってほしいですそうね、シアちゃんのファルトラブルはでかかったね。まあ、つか、まあ、そこもそうだけど、1クォーターがまあちょっとすべてだったかなという感じはするかな、うん、もちろん追い上げたいとかね、追い上げる必要はあった試合ではあったけども、まあ、結果的にそのシアちゃんのね、えー、とファルトラブルとかはあって追い上げられなかったっていうのもありましたけど、結局、そのやっぱ1クコーターの手出しというのが、はい、一番だったかなっていうのはありますよね。うん、香取さんん千葉の体のの体て方がみんなうまいのウルソン 外国籍払おうに加えて外国籍佐藤も生まれつついやもうそうだよねあのフィジカルに関してはもともとあれだけのねサイズがある選手にもかかわらずあの動きができるだって日本人ビッグマンって言われてもいいような身長じゃないですか拓磨くんに関してはね、そうじゃないかねやっぱりねうん普通にウィングプレイヤーですからねうさ、んえー、さん今日もピーピーかっこよかった明日も絶対かっこいいそれ毎回言ってください、うん、はいえーっと 原と佐藤でいそっと抑えたほんとねうん、えー、サンボさんブロックショットは原が2つ佐藤が1つで楽しかったさあくらさんやっぱ3試合連続ねそうねうん明日ジェッツに着けて余ってんだ行こうかな、うん、行こうかな <laughs> 放送事故みたいになってるけどんいけるな ちゃうッ出だけど船橋まで行って入り口のとこで入れてもらえないつもりだけどいい、うん、入れ入れ入れ,入れる,入れ,る入れてもらえるかなうんなあうんえ渦、ー、木さんディフェンスレベルは原宿とか別だかみんなディフェンスレベルがそうですね本当にその通りだと思いますうん えーっとおお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 入口にプレッサーあったらやばいなえいりょうさんはじめましてありがとうございます、うん、俺行って負けたらマジでマジで嫌われるだろうな本当に俺が行っていやほらさあのほら僕あれじゃないですかあのー、あれどこにあったあれ奥に行っちゃったよしよし 僕ほら行くとしてもあれですよ千葉の応援するけどこれかぶっていくからね俺ね明日ねうんこれかぶっていくからさはいあのー、あのー、これここにここの顔が2つあるかのようにしていくからさねこれで俺行って千葉負けたらマジで本当にあれだろうなズ <laughs> ボンさん千葉の応援しないでくださいってマジで怒られるんだろうな、うん、えー、いや出禁んなんだよなうん で禁なんだよな、うん、はいえーまあちょっとそれはあれですけどちょっと考えますけどうん <laughs> えーどっちもあんじゃないからどっちもあんじゃないからうんうんうんえう、ー、ううんえーとさすがに平日だけあってねまあそうだよね残っちゃうよねどうしてもねうん いやほらあのねリアル呪いって言われちゃうからさ僕がで僕千葉に、ね、見に行った多分過去2回か3回ぐらいあるんだけど2回全試合全部ねあの千葉が勝ってますよ僕が行った行った試合は今まででね、うん、お土産で渡しジャンプこれ持ってこれ持って,こ,持って,こ,持ってこ,これ持ってこ,これ持ってこ,これでい、ね、くよこの普通にこうやって。うんうん わ <laughs> かんないちょっとごめんねそっかでも YouTube できないんだよね YouTube できないのが一番だよねそれが一番ネックですよね、うん、えー、っとおおおもしかしたら G2 ミニ川崎ブスあ確かにねそれは多いと思いますよ川崎がね明日試合ないのでうん えそれかぶって、ユキエスさんに怒られるズボンさんみたいです。いいね。うんえー、席にプレスサイ交流しております。そうなんだよ。島根も行きたいけどな。うん、えー、っと、おーおー、めいめさん、そもそも千葉が負けるとこ見て人少ない。あ、確かにそうですね。うん、フットボールクラブさん、B2 と広島市です。おーいいっすね。うん、もかゆみさん、行かないで <laughs>。 <laughs> そうだよ明日,明日そもそもだから明日リリース多いんで2試,試合やった後に昨日みたいにね2本立てでやろうと思ってたんですよそうだなあの僕真面目なんでほら仕事を放棄してねあの千葉にね小松菜ハイボール飲み飲み来てえな哲郎を会いに行きてえな哲郎になうん哲郎に会いたいな、うん えーっとどこでもドア洗ったら行くよねもうマジうちからは千葉むちゃくちゃ遠いんでねうん池江さんズボンさん来るならズボンプレス持ってか持ってくのやばいでしょさすがにそれ入れてもらえないでしょ中にねスーツケースですみたいな感じでねうん松江も行きたいんですけどねうん金髪かぶって鉄郎を笑わすうん鉄郎ね鉄郎ピッピー喜ぶかな、うん、ピッピー記者会見で普通に話したけどね うん、今からズボンどうでしょうサイコロやって、えー、サ,イコロやサイコロやってサンライズいつも目が出て明したは島根それいいね行きたいね島根も行きたいけどな片茂さん明日た七行かないと、えー、来週は西地,で試合ないです西地区でしか試合ないあ,あそういうことか <laughs>。 あした千葉最後の試合だからねみたいなねそっかじゃあ最後の試合だから行こうかみたいなね最悪じゃんズボンさん本当にマジで嫌われてい,いや本当にあの千葉のファンの方にちょっとねあの濡れ着にを着せられてるんでねちょっとなんかあの、はい、返上したいですよやっぱそれをねはいチンチロチンチロリンで決める、うん、サイコロサイコロじゃない何ときあれフル。うん えー、栗野さん見に行くか鉄路見に行くか確かにね。という感じでまあそうですね、まあ、1コートー本当に33対16。 ちょっとまたいつも通りね、4ファクターズ出してますけれども、えー、EFG% 実質ショット確率というものです、えー、3ポイントのね価値を1.5倍にして、えー、やったの61%、そりゃそうですわって話ですよ、3ポイント42本打った上で40%で決めてますんでね、千葉さんね。うん まあとはいえね、えー、広島も、えー、16本しか打ってないけども7本決めて43%、まあ、広島のほうが確り強かった、まあ、ただツーポイントがねえっ、ー、とー61%、えー、千葉が、えー、そして広島が45%ってことだったんで。うん まあそもそもねポゼッションでここで15本の差がついている、えー、これだけ差がついているにもかっかに上,上で,上で、えーっとね、確率も良かったらこれだけの点差になっちゃうような話になりますし、えー、ターンオーバー率ですね、これも、えー、と10%は本当少ない方だと思います。えー、19%、ねまあ、20%いったら多い、まあ、19%も十分多いのでねちょっと、えー、広島としてもここはよくなかったここもよくなかった、えー、ただフリースローレーティングね、えー、と26%、4本1本の、えー、ポゼッション。4本 日本はフリースローになっていた <laughs> 逆に、えっと、広島は40%だったんで、えーっとまあ、半分近くを、ね、フリースロー獲得できていた、まあ、これはでかかったかなというのも思いますけれども、うん、<coughs> オフェンスリバウンドも取られちゃってるという形でね、まあ、基本的にやっぱりショット確率も良かった上で外したショットを、ね、しっかりとオフェンスリバウンドで獲得して、まあ、ポゼッション15個も多く、ね、ポゼッション取れた、まあ、この時点でかなり勝負あったかなって感じだったよね。うん はいえー、っと、おおうん、ね EFG60% 超えてますからね、うん、そう背中にね僕はタトゥーでねでっかくに、とがしってね入ってますんでね、うん、ビクローネ、どうですかね。うん 片石、えー、さんえは、ー、と一番の強さが恐ろしいです。びクロはね、本当にね。うんはいえーまあ、そうだね、やっぱり、えー、とセカンドチャンスが13本だったけれどもね、えー、しっかりオフェンスリバウンドも、まあえー、と13本、うんまあ、レーティングで言うと1取ってますし、えー、ターンオーバー、えー、と15本のターンオーバー誘発したところは21点取っている、えー、ここも素晴らしかった。うん まあほんとこれだけスリーポイントね打ってるチームにもかかわらず、ね、えー、とペイントでも、ね、広島も勝っていた本当、まあ、に今日は千葉のやりたいバスケがもう、ね、もうぜ特に前半からできていたし、まあ、ディフェンスだよね、やっぱりあのディフェンス強度を保ってやれば本当にちょっと、ね、攻撃力がある広島としてもなかなか難しいゲームになってしまったかなっていうのがありましたね。うん えー、万が一、千葉に <laughs> ズボンさんが来たら強制的に着せるし、えー、リスのかぶり物かぶらせるー、うん、いやーちょっと行きたいな行きたいんだよな行きたいな行きたいよな行きたいな,たいなと思ってるさくらさんターンオーバーパーセントとフェンスにとれない広島きつかったです。うん なんロー何と,か歩何とか歩いてたしで、ね、大丈夫なのハーフタイムで思いっきり断笑したから大丈夫かと、うんえー、そうねゲーム2やばかったね,ほんねゲーム2とか今日やばかったねクリスマスねつかもう千葉のスリーポイント入りまくってたからね本当にね、うん えさんこんばんははいちょっとボックスから見ていきましょうか勝った千葉ですけれどもピッピ、えー、37分の3で16得点8アシストすごーいうん。 ギャビン・エドワーズ11得点6リバウンド5アシスト、まあ、ギャビンがね結構やっぱ、えー、プレーエリア広く取れてるっていやっぱでかかったかなストレッチできてるってのはでかかったかなと思います、えー、とスティールも3スティール、うん、ディフェンスでもめちゃめちゃ頑張ってました <laughs> えーと外国籍選手ハラシューター、えー、<laughs> 12得点スリーが4分の2で、えー、と2ブロックショット、うん 2ブロックショット、はいえー。外国籍センターですね、ビッグマンですね、リムプロテクター、原修タですね、マジで。うん、ジョン、えー、14得点、えー、10リバウンド、えー、2アシスト、4スティール、1ブロックショット、驚かない、いつも通り。うんはいえー、クリス・ミス、えー、310分の6で25得点、<laughs> 310分の6、えー、26得点25得点、えーっと、6リバウンド、5アシスト。うん うん、まあ入るよ。うん、知ってる俺、こういう風に入るの。あの人がこんだけちょっと入るの知ってる、うん。いやー、まあそうだね。小林さん、明日の試合、どんな試合でいかになるでしょうか意外とロースコアとかありますかないかな、うん。昨日みたいな感じあるかもしれないけども、でもここまで来るとロースコアじゃない。わかんないな。でゲーム3ってロースコアになりがちなのかな。うんちょっと難しいね。うん えー、ゆずさん原のディフェンスマジアを若手筋を抑えてバンスカイストリームプロテクトしていた本当そうだよねうん原はセンター相手にブロック気にせず切り込むから脅威そうねしかもまあそれでしっかりかわせる技術があるからね、まあ、フィジカルに目が行きがちですけど本当にねそこ入ってってさ大きい相手にもしっかりとね、まあ、ちょっと遠,遠い位置からねあのレイアップみたいな感じで打ったりとかもできるからそのスキルもあるかなうん。 すごいよ本当にラちゃんに関してはディフェンスも本当すごいからね、今日間違いなく今シーズンベストディフェンダー賞ハ原ちゃんとってほしいなってずっと言ってるんでね、慎太郎さんと2人で、ね、シーズン途中からね、序盤からね。うんえー、原兄の復調、えー、が続けば楽な展開になりそう。たくま君もねよかったですよね、夢、夢さんありがとうございます。うん あ明日は24番ね、そうですよ、古巣ですから、24番頑張ってほしいですよね。うん、えー、じゃばくね、うん、ロースコアだと千葉に有利がありますか、ロースコアだったら千葉の方が有利じゃないですか、き、まあ、昨日はロースコアで、えーとえーとえー、と広島が勝ってますけどね、だから結局、広島がどれだけ、えーと、千葉のね、ショット確率、フィールドゴール、えー、成功率をどれだけ下げられるかという話ですよね。うん えーっと、おう、うん、えー、は進撃の花火、フィジカル強すぎて、えー、来シーズンはし、ラシウ歌という、えー、外国籍登録、そうですね、それでこう、うん、えー、逆に帰化するとかね、うん、あの、なんか急になんかアメリカ人とかになってきたりとかしたら面白い、面白いじゃないか、うん、あ、えー、広島2番が爆すると思います、朝山さん、頑張れ、うん、島根さんがもう気軽に原ちゃんなんて言えないです、原さんです、そうですね。 はいはい、はい、えー、っとうん皆さん今日出し切った千葉と賛成見据えた広島どうなるかうん原さん明日休みだからふなり行ってみようかなもう <laughs> いいんじゃないですかね行ってみてもいいと思いますよ、うん、<laughs> 原さん日本語ペラペラなのじゃ外国すぎてできないかうん 風味も良かったですね。はいはいはい。えー、っと、はちさん腹にサックバランスキールールに適用だね。どういうこと？<laughs> あ,あそっか。義務教育をね。はい。あれだから、んと、張本天傑くんも帰化帰化なんだけど、えー、っと義務教育違うわあれか十五歳までに帰化してればあれか代表関係ないのか。 そうだよねそっかそっか。期間枠じゃなくなるしもちろん義務教育もあの日本で終えてるからあの日本人選手っていう扱い日本人選もちろん日本人なんだけど彼は区分として日本人選手って扱いだよね。うん、そっか15歳までに帰化が終えてれば多分国際ルール上は帰化選手って扱いじゃなくなるんだよね。うん、えー、そっかそっかはいはいはい。 えー、そうですね、うん、はい、えー、そして一方の広島ですけれども、辻君がね、きょうも 3, 3分の3でしたけれども、も本当にね、最初の方、えー、ボール持たせてもらえないみたいな感じだったんで、まあ、ただ2クォーターでしっかりね、3本決めたという感じではありました、うん、開催かなと思ったんですけど、ちょっとね、一時休止してましたね、フェスティバルをね、まつじゃと辻祭りをね、はい、えっ、ー、と、アイザイア・マーフィー10得点、うーんと、 はいえー、とシアちゃんが4得点しか今日入れられなかった15分しか出れなかった、はいえー、ドウェイン・エバンス11得点エバンスもね昨日本当にねギュンギュンにやってたんでねやっぱそこもかなり警戒されてた感じがありましたよね。うん そして、えー、と24番の人は13得点、うん、4リバウンド3失点、まあ、そうね、結局、そのポイント、ポイント封じられたっていう風な感じで、ね、印象あると思うんですけど、結局、全員封じられてるなっていう、えー、印象だな、やっぱり試合が終わってみると、うん、もちろん起点を潰すとか、辻君にボールを持たせないとか、まあ、いろんなね、えーと、そういうポイント、ポイントしっかり潰していった結果、全員をね潰せていたかな、ドライブさせないとかね、うん、恐るべし千葉ジェッツのディフェンスっていう感じでしたね。 うん、えー、っとお <laughs> 原佐渡原がやってるスポーツが違ううんえー、っとヨドさん学校終わりに行ってきます楽しんできてくださいゆずさん原さんの今日の MVP に全く嬉しそうにしてなかったから明日も気を引き締めてやってくるそうですねまだ何も終わってないってやつですねうんエヴァンス一番のディフェンスのフィジカルが全然違う 確かにねうんでてさびさん辻祭り開催したら流れくると思ったウルさんと G2 さんのパワースポットは息子さんのほっぺらしいので過去かわいいちなみに富樫君も触ったので2人ともショートタッチで横でした <laughs> あそうなんだ辻くんの息子さんのほっぺさんあ顔そっくりだよね辻くんにね, <laughs> ねあのほっぺつ触るとうん なんか僕の息子も若干ちょっとだけ僕に似てるんですけどね僕の息子も若干似てるんですけどまたあまにインスタに出てきますけどね若干似てますけどうんそんな似てないね僕は息子とねふえさんペントエリアに本当にジェッツの鉄壁が見えたうんライス明日行くのかないやちょっと行きたい気持ちがあるなあります行きたい気持ちがあります行くとは言ってないです行きたい気持ちがありますはいうん行きたい気持ちはあります 行くとは言ってないです行ってあの本当に富樫君うささんから富樫君のやつ借りてあの応援したいねジェッツのね、うん、えー。そうブラックシェアにも似てんだよなうちの息子な、うん、いや本当だよみんなあのギャグじゃなく似てるうちの息子あのシェアちゃんに似てるよ、うん 行、えー、く行くさ、いや、行くとは言ってないよ、一言も、行く行く詐欺もない、人と行くとは言ってない、行きたい気持ちがあると言ってただけで、行くとは一言も言ってないです。はいうん、よいしょあ、ちょっとね、本当だから、ゲーム3、まあちょっと今日の、えー、千葉のディフェンスににを見てしまうとね、本当、千葉がこのまま明日行くかなっていうね、雰囲気もちょっとあるかなと思いますし、ただ、本当、実際、えー、ゲーム1、広島は千葉をね、えー、しっかりと止めたっていうのがありますので、うん、本当、わからないね、うん。 うん、足元救われるっていう可能性もあるし、まあ、なんだろうな、うん、どうなんだろうね、き、まあ、今日みたいな試合があると、ねえー、ジェッツとしては、どうなんだろうな、プレッシャー、きのうは若干、負っちゃったのかなって気もしたんでね。うん なんかそういった部分がちょっとあのほぐされたのかなというふうにも思ったりとかしますし、えー、広島としてもやっぱ自、ね、信は間違いなく、えー、1試合勝ったに昨日負けたとはいえそれこそあれですよあのアルティーリと,、えーと何えー、ベルカパターンですよねアルティーリが1試合目で2試合目で、えー、と大勝したけれども、はいえー、今日は負けてしまったとっいうパターンもありますので。うん 分からない本当これはね過去の話をいくらしてもねあれなんでうん明日楽しみにしましょうはいうん、えー、ミええ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  えー、3日連続が相当きついかけ、ね、そうですね、まあ、ここが、えー、この後セミファイナルに響くっていう可能性もあるんで1回なんかあったよね琉球がなんか、えー、と3試合やってセミファイナルで結構なんかもう2試合目とか,なんか足が動かなくなってるような,なんか感じの時とかあったよね昔、うん、何,何シーズンか前に。 結構ゲーム3までしかも3試合連続でやるってねもうタフタフとかいう言葉で済まされないような感じだと思うんでねうん総力戦になると思いますね。うん まあそういった時に層が厚い、えー、セカンドユニットでクオリティが落ちないっていうのはねすごく重要になってくるので、まあその辺も勝負の分かれ目かな、あのー、ねセカンドユニットじゃないと、えー、とスタメン選手では、えー、流れ作れたとしても、セカンドユニット以降、えー、どうねあのー、その流れを作ってくるのかっていうのも、明日かなり見ものになるかなというふうに思います。うん えー、ソッそっとのスリーポイント祭り、それすごいな。うん、今日もね、あのショットクロックないところでね、あのペリメーターね、ホイって入れてね、決めて、ホイって決めてね、ホイって投げてね、決めてましたからね。うんえー、それこそ千葉戦か、千葉戦で琉球が、そっか、あのやられちゃったやつか、ね、うん。あれか、あの琉球がホーム開催で、 当時琉球にいたフリッピンが11点とかで12点とか連続でですかねうんえー、はロスは少ない中3連戦はすごいきついけどプレイタイム語るー系の3連戦そうですねうんえー、セミファイナルの条件でできてありがたいですあそうですね山としてはねお互いね3試合ずつやってるっていう感じだからね島根と、えー、東京もねうんえト、ー、シピッピストシピッピスすごい名前だな <laughs> えー、ダメだ えー、広島立ち上がり離されなければチャンスあるかそうね原、うん、さんゲームワン落としたチームが勝ったことないいやあ,ありますよえっ、ー、と琉球ありますそれこそ琉球がゲームワン勝ってかあ負けてから、えー、名古屋に2つねあの返したっていうあのシリーズもありましたんで、うん、よしこれで明日はえっ、ー、とこれで明日ははいえー、千葉の応援しよう、うん、これかぶって家で千葉の応援しよう、うん よしはい、えー、そんな感じでじゃあね、えー、も,うかもう一カードの行こうかなと思うんですけども何百人以上の方見ていただいております本当にありがとうございます、はい、グッドボタンで押していただけると嬉しいですよろしくお願いしますヒゲさん広島は佐藤原く君と上く君中村君がバレれちまっちゃうんですかねなんか中村君もね本当になんかこう切り込んでたところからフローター決めたりとか、うんまあ、佐藤原く君もね昨日の試合に関しては本当にえっ、ー、と 流れを作ったというか追い上げるねあそこでしっかり作った活躍もしましたんでうんえー、呪いではないですよもう,もう CS とかもそんなもうあのふざけふざけるのよくない一番もうふざけるような YouTube やるようなやつは YouTube なんかやめちまえってねあのみんなに言われるんではい <laughs>、はいえー、ふざけてないですあの真面目です真面目です真面目ですはい OK じゃあえっ、ー、と次のカードいこうか うん、はい、えー、このカードでした川崎ブレイブサンダースと横浜ビーコルセアーズの試合です船の上から生ステーですよいやナマステしたねーうんうん 生捨てしました、はいえー、結果的には見ての通りり84対104えそんな試合だった間違ってる合ってるかはい84対104104 <laughs> 点取ったって笑っちゃダメか104点取ったってよ104点取って勝っちゃったよねうーん横浜 B= セアーズがはいえー、っとセミファイナル進出を決めました いやーさあ言ってたじゃないですかねこの快進撃をん見たいとはいえーいうね話をえしてましたけれどもうんーすごかった。はははいはい、はい まあね、えー、とヒースが、えー、昨日の試合で負傷して出れなかったとか、まあ、いろんな要因はあったと思いますけれども、まあ、そこがすべてではなかったかな、えー、結局ね、ね本当に、あのー、チームだったな、えー、と横浜はチームディフェンスでしっかりと、うん、あの序盤から流れ作って最初1 2 0のラン。ね えショットは決まるわ、ディフェンスもね前線でターンオーバーを起こさせて森井君の速攻だってねあのスティールからワンマン速攻だったりとか、えー、ゴール下に、ね、ボールが入ったところをしっかりと囲んで、えーね、ターンオーバー誘発したりとか、うんえー、本来、本当に、ね、やるべきことをしっかりやっていた、えー、ただね、ね本当川崎もそれでね、えー、防戦一方になることなく2クオーターも、ね、2クォーターファジーカスさんがね本当連続得点であなんか2クオーター,なんか25対20あー26対23か。 1> 1点しか、ね、詰められてないんだけれどもあの横浜からすると、まあ、それ以上にかなりプレッシャーがかかった、えー、と2クォーターだったかな,なんか体感としてはやられたなこのクォーターって多分横浜は思ったようなクォーターだったんじゃないのかなと思ってねだからこう流れ的にというかなんか雰囲気的にはね川崎が。 え追い上げてくるだろうな後半っていうふうに思うようなえ試合ではあったんですけれどもそこでちゃんとね3クオーター,ーしっかりとディフェンスをまた遂行できた横浜うんまあこれは本当にチームでしっかり勝った試合だったかなというふうに思いますごめんなさいさっきスーパーチャット見逃しちゃったモコさんありがとうございます横浜やりましたやったやったースーパーチャットいただきましたもうパンドラの箱は開いちゃったのありがとううございますスーパーパチャット、うん はいはい、はい、えー、っとごめんね全然読めなくてごめんなさい,いー,おーちゃん、えー、マイルソンチャットありがとうございます私のセミファイナル進出は決まってましたまあ、どの道行くってやつですよねうんフフフえーレッドさんこの試合勝った横浜すごいけど最後までエナジみ見せた川崎富士選手に胸のやつでしたリュウさんも最後入れたしねうんえー美茶さん本んに嬉しいです森井君も良かったですねうん いやだから僕ね、ね君様出ないんじゃないのかなってちょっと思ってたんだよね、あのー、あれだけリード広げたんでセカンドユニット、ね、多分まんゲームプランとしてはまあセカンドユニット5分を経過したぐらいで出てくるっていうのが多分元々のゲームプランだと思うんだけど、まあ、流れも良かったしクンサもね怪我しているって怪我系ってこともあったんで、まあ、無理させないってことでも出ないかなと思った普通にねセカンドユニットで出てきたんで出るんだっと思ったけどね、うん、高橋さん、ありがとうございます横浜さん、沖縄にいらっしゃいます。えー、そうねうねん ね、天皇杯のね、リベンジですよねそれこそ本当にねうんえー、ベガスさんそうですね「くん様だけでねビコーコル見せられましたはじさんそう6第6シードなんかプラス B さん書いてたけどねあの第6シード初のクォーターファイナル進出あセミファイナル進出らしいですねうん えーっとーめ、ね、全然読めなくてピロさん天皇杯の、えー、敗戦に続きの、えー、物語がありましたそうねうん千葉猫さんは図られた組の一を感じましたよくおめでとうございます武ん勝負決まってやらざに最後まで優勢優勢だって <laughs> 混ざっちゃった優馬、えー、流星のキャラのプレーはす晴らしいけどブザミ流星ねうん えー、ヒゲさん、えー、横浜の選手、ブースさーの皆さん、沖縄アリーナでお待ちしております。お互いに怪我にいなく、いい試合したいですね、えーうん。ライルさん、本日も激務のためお疲れ様です、えー。何も見れてないです。でも、ブックスは見て、えー、だけで涙が止まります。んレポートにも限り、もうき続けたシ,シーズンらしい試合だったかなと思います。えー、そううですね、うん いや本当に川崎もね実際、中地区1位でこの CS 進出決めて強いチームだったしねそういったところではここでね本当終えるていうことは昨シーズンもセミファイナルまで行ってますしちょっとブースターとしてもね残念な気持ちもちろん当たり前にあると思うんでねハルミさん、ありがとうございますマイルソンちとれねうん。 えーっと、おおおお,お、いぶりのすけさん、えー、森のキャリアンハイ見れてよかった。うさすさん、えー、ファイナルで結城対決の可能性、確かにそうですね。うん、えー、っと、おお、橋田さん、ファールアウトまで、えー、あがきくる、あがきまくる、えー、ユーマの偉人を泣いた。そうね、よかったね。えー、奥さん、こんばんは。島根さん、ファイナルで河村対大和の福岡大使対決の可能性も、そうですね。うん。 皆さん沖縄行ってくる楽しんできてください気をつけて行ってきてください <laughs> えっと竜さん浜の裏もまた沖縄で見られてる楽しみですいいねマまむるさんこんばんはビコリやりましたねうんえっ、ー、とりょうさん今シーズン4勝3敗、えー、と勝ち越したってことえっ、ー、と そうかしたってことか2勝3敗だったところがね、えー、と1勝3敗がレギュラーシーズン、えー、天皇杯の予選で勝ってます、横浜ここで2勝3敗、そしてここで2つ勝ったので四勝3敗になったとてことか、そういうことか。うん えー、ゆみちゃんさん、川崎案内ブースアからいされる理由が分かりました、特に藤井選手と篠山選手、本当にエナジー感じました。B リーグのねハイライトじゃないや、えーと、ツイッターに上がってましたけどね、あの最後ね、選手同士で握手している,るところで、ね、篠山君が、えー、横浜の選手にね頑張れよ、頑張れよって全員にね声かけていて、うん、なかなか言えることじゃないなと思ってね、本当に素晴らしい選手だなっていうのを改めて、えー、感じさせられましたね、本当に。うん <laughs> えー、ジャクソン・クーリーね、楽しみですね。うん、えー、<laughs> CJ の方ね、注目してください。プレスさん、普通勝ち上がるために倒したチームの気持ちが乗りますね。席に持って優勝します。うんえー、シュンさん、えー、横浜のレギュラーシーズンの弱点はすべて CS で勝つための席だった。ね、うん めい、えー、さん、えー、森ちゃんのーが決まりまくり、えー、フリースローが75%で決まるというレギュラーシーズンから騙ましたような試合。ね、あの隠してたんだ、ね、よ、たぶんねあの。横浜フリースロー、ほら、入らないからさ、あの最悪ファウルで止めてさ、フリースローすればさ、ほら、1点取られないかのね、多分期待値 0. 点いくつだからさ、みたいなね、うん。決まるやんっていうね、期待値1.5だからね、75%ってことはね、すごいことで期待値1.5って。うん えー、そうそうそう、竜星さんね、そのよあブースターにも言ってたんだ、ブースターにも頑張れって言ってたんだ、すげえ人だな、尊敬でしかないというか、なんか言えないよね、普通に、めちゃくちゃ悔しいと思うし、うんまあ、それだけ相手に対するリスペクトがあった、えー、しね、うん、悔しいとは思うよ、もちろん悔しいどころか、ね、悔しいじゃ済まないような感情があったと思うんですけど、優勝するつもりでね、やってると思うんで、うん、はい、えー、すごいですね。うん えーっとおおお。おおー <laughs> 森井選手は、ね、わざと話したことはないと思うんですけどね、はい。まあ気持ちが乗っていたっていう部分もあったんだと思います。フ、え、ォーファクター出してますけれども、ね、見ての通りですが、すべてにおいて、えー、横浜が上回っているという感じです。えー、特に EFG%、65.1、嘘だろっていうような数字ですけども、えー、2ポイントが71.72%、3が40%、弱34 9、9%で決まってるんで、まあ、そうなるわな。そしてフリースローレーティングね、これも素晴らしくて。えーと 13回の、ね、攻撃に対してね、えー、と4 30本の29本の、ね、フリースロー獲得している。うん なんで、まあえー、と決してね、ねもともとリーグの中でも一番フリースローが、えー、入らないチームではありましたけれども、えー、それもさっき言ったとおり、ね、75.9%、29秒の22で決めたアウダーもちゃんと入れてたんでね、うん、素晴らしかった、やっぱりそこがねもし仮に入らなかったら流れに乗れなかった部分もあったと思うのでまた違った展開になったかもしれないんでねそれ考えると素晴らしかったなというふうに思います、うんえー、そしてターナバーも少なかったしターナバーをしっ,しっかり誘発させた、えー、川崎は15%、はまあ、めちゃくちゃ良いわけではないですけれども横浜の、ね、11%に比べて。 比べると少な多かったかなってなりますしオフェンスリバウンドもねまあ元々昨日かなり取られたんだよね、えー、と川崎にオフェンスリバウンドでも今日はねそこをしっかり対策というかインサイドしっかり固めて、まあ、ヒースがいなかったっていうのはここの部分がかなり響いたかなっていうの思いますけれども、えー、逆に33.3%外したショットのうちの3本を2本は、えー、オフェンスリバウンドとしてしっかり回収していた。うん はい、重なずにこの時期にケガ人3人悔しすぎますそうですね,ね、あのー、みんないてねみんながいて、えー、みんながいてみんなで戦って負けたのであればまたちょっとね納得する部分もしかしたらあったのかもしれないねただ本当に外国籍が3人ともいないっていうね状況で戦って、うんまあ、それでもね多分,ブー,サ多分絶対ねブーサーとしては信じてたと思うんですけれども、まあそれがちょっとね,ね悔しいやなやっぱりな。うん えーとおお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 めぐさんそう篠山さんねほんとにねうんえーとお1週間でそうですね河村くんどれだけ復活するかポーリーさんそうですねうんいやもう万全じゃないもうねあの琉球の皆さんは震えて待った方がいいですほんとに、ねえー、100%河村行けてくると思うんでねうんえーと 来世は日本人プラスニックで、えー、よく84点も取ったなって感じです、うん。もちろん今日の試合は始めるかそうですね、さっきも話したけれども、本当に最初の部分のディフェンス、あそこの強度が本当にね、えー、っとゲームの流れを作ったかなっていう感じでしたね。オフェンスに関しては、まあ、オフェンスも、まああのね、やっぱそれなりにというか、まあ、それなりにどこか、まあ、いいチームではあるんですけれども、まあ、結局ディフェンスだなっていうのはね今日はやっぱ示したなっていうところでしたね。うん んさん来シーズンメンバー同じじゃなくてもまた神奈川ダービー、バチバチちゃん楽しみにしてます。うん、えー、岸さん、どんと構えて待ってますよ。はいはいえー、そうだね、小田さんね、川村さんくん様はね絶対に沖縄にないでキャリアハイ更新しますよ。だって、あの知ってるもん、僕たちみんな、B リーグあの見てる人は、川村勇きさんっていうのは、そういう試合で力を発揮する人だって。うん 今日も普通にスリーポイントの入り方良かったじゃないですか。ちょっとなんか流れが、まあ、序盤こそめちゃくちゃ良かったものの、ちょっと勢いが落ちてきたかなっていうところで出てきて、2本連続でスリー決めるっていうね、うん。何この人と思って、本当に。やばいよね、本当に。で、まあ、それで試合後のインタビューもさ、なんかちょっと僕、ね、今日はコート上ではできることが少なかったんですけど、みたいなこと言って、いや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 みたいなね。 まあさいつもに比べたらそうですよプレータイムだったりとかさ、まあ、少なかったとは思うんだけどもいや十分仕事してますからって感じだったよね。うん <laughs> えーっと、ベンチポイントの差が気になりました。ピラさん、会場の雰囲気は素晴らしかったね。ほんと、まあね、まあまあ、これも前で前で言ってますけどね、あの、轟で開催ってことだったんで、ビーコロのブッサもね、たくさん行けたと思いますし、うん、まあ、早めにね、決まってたんで、このカードに関してはね、チケットも取りやすかったと思うしね。うん えーっと、おーおーお、おお、おだっさん、今日、マジでいくか、そうだよね。うん。えー、くん様五十点取られるようが勝てばいい。そうっす、あの、まあ、そうなんですあのね。まあ、逆に、そっちの方が、あのね、いや、でも、わかんないね、どんな感じになってくるか、ちょっと、あのー、二番起用みたいな感じでね、そのハンドリング、ま、あ慎太郎さんもこの間の、だあの、ダイナーでね、えー、っと、 ハンドリングはそんな、まあ、ボール運びしないとか、えーね、そのディフェンスではちょっと、えー、何こうちょっとあの起点になる選手につかないとかさ、ねまあ、そんな感じで、えー、本当にスコアランに徹することができれば、ねえー、とまたちょっと50点とか本当に考えられるかなって思うんでただ琉球も本当にディフェンスがいいチームですから、うんえー、プリスは川村を乗せるなという新しい思いを生まれてほしい。うん えー、ヒゲスさん、富樫君、安藤聖君クラスにリスペクトしてそれにふさわしい強烈なディフェンスをしかましたねって。うん、確かにね。はい、えー、ちょっとボックスか見ていきましょうか。パトリック・アウダー、すごかった。すえー、とフリースロー6分の6で、えー、14得点。あありがとうございます。ピーコン 横浜 B コルセアーズの、えー、アナリストさんビデオコーディネートアナリストさんはい伊藤さん今日もスーパーチャットいただきましたどうやったら有給に勝つ確率が上がるか考えますシュート入るリバウンドが強いそうですね本当にありがとうございますスーパーチャットいただきました船の上からナマステイですよこの間ねだからね伊藤さんがねスーパーチャットからいから頂いてねあの勝ったじゃないですか B コルが伊藤さんからねスーパーチャットが来るとね勝つというねこのねジンクスですよこれは 本当にうん、えー、そうね、ショット入ります、リバウンド、強い。うんね、しかも、結構最近はポイントも多く今シーズンはスリーポイントも多くなってますし、まあでも本当、リバウンドだよね、CJ、うんね、アウダー,、えー、オリバー、鍵になると思うんで、まあ個人的にはやっぱりね、あのー、ちょっと今日なんだろう、伊藤さんがいるところで言うのもなんなんだけどさ、ちょっと点差広がったんで、なんかこう。 逆にちょっと時間使おうっていう感じもあったのかな分かんないんだけどもそれがゆえになんかちょっとリズム崩してたかなみたいな部分を見られたのでだから逆にどんだけ点差開いたとしてもねギュインギュインにいってほしいなってちょっと僕見てましたけどね勝手にねすいませんあの伊藤さんの前で言うのちょっとあれですけどうん <laughs> はい。 えー、そうですね、はいえーと、すみません、勝った横浜の方ですけれども、アウダが、えー、フリースロー6分の6で14得点、6リバウンド、えー、2ブロックショット、もうアウダ、ディフェンスを今日めっちゃ頑張ってたね、く、うんさま、きょう13分の出場でしたけれども、12得点、12得点だって、スリーポイント9分の4、44.4%だって、だからさ、13分の出場で12点でしょ、だから40分出たらさ、ね、普通にだから40点取るんですよ。うん すごいはい2アシスト。はい えー、立派すぎる、はいえー。そして森川君もよかったですね。3U2 分,分の1で、えー、っと12得点。うん、素晴らしい。5アシスト。すごいね。展開作ってました。えー、チャールズ・ジャクソン21得点、8リバウンド、2スティール。うん、ジャクソン結構スティールするよね。はいえー、デビン・オリバー、トンボの人、えー。13得点、11リバウンド、6アシスト。いや、オリバーがね、本当にめちゃくちゃハマっ ってるよね、うん。はい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 え、はい。効率よすぎだよねうんえ河、ー、村を乗せるな応援が始まっている、はい、<laughs> JCP 対 CJP ね確かにねうん えーとおお母の日、そうですね、母の日なんでね、あ浜のお母さん、えー、森川選手、めっちゃ活躍しましたね。はいえー、そして森選手がキャリアハイなのこれ、18得点、3、5分の4。 すごいね、まあ、結構、ワイドオープンで打ててる場面もありましたんでね。うん、5分の4、はいえー。8アシスト,アシスト、えー。3スティール。まあ、ディフェンスがいいよね。本当に。序盤の,あのディフェンス牽引したなってのは本当にあったんで。まあ、今日、本当に MVP じゃないですか。森選手ね。うん、えー、っと、おメイメスさん、オリバー選手がボール運んでくれて助かりますー。写真出てましたね。 お母さんですね受けてました、はい、いやーなんだろうね、まあ、この4ファクターズ見ても分かりますけれどもね本当に、えー、やりたいことがしっかりとはまったなという感じでしたし、うんえー、一方の川崎ですけれども藤井優真21得点、えー、3が8分の4すごいね、えー、4リバウンド9アシスト、えー、すごかったですファールを7個受けて、うん、めちゃくちゃ頑張ってました。 えー、ニック・ファジーカス27得点10リバウンド3アシスト、うんねまあ、みんなが6点とか5点とかしっかり点取って、えー、出,場した出場した選手はね、えー、全員が点を決めたという感じだったんで。うん いやーほんとちょっと点差開いてなかなかね詰められない展開の中でしたけれども、えー、諦めずにね最後まで戦っていたなっていう姿がやっぱり、えー、それは絶対ねブッサーには、えー、その気持ちっていうのは絶対伝わってると思うんでね、うん、ここで、えー、川崎のシーズンは終わりましたけれどもまたね、ねこの1つ、えー、なんだろうな。 うん、ステップアップと言いますか、えー、まあ、これでね、まあ、優勝を目標に掲げているチームであることは間違いないのでね、ねここでやっぱ弾き返されたことと、えー、いうことがまた経験になってくると思いますんでね、ね、うん、それはもう選手にとっても、ブースターにとっても、うん、また、えー、来季、えーね、またこのいいライバル関係がねよりできるんじゃないのかなという風に思うので、うん、お疲れ様でした川崎のね、えー、っと選手の皆さん、スタッフの皆さん、えー、ファンの皆さんね。うん えーっとおーライトの予浜もちょっと好きとか言ってた、えー、昨シーズンガスみたいに等々しかいかなかったな、このシーズン。等々力もね、出禁なんでね、出禁ではないか、うんはいえー。そうですね、うん <laughs> まあ、えー、と明日まあいずれにしろ千葉、えー、広島の試合と、えー、島根、東京の試合があって。うん 一、ねまあ、つの山は決まりましたけど一つの山はまだ決まっていないという状況なんでね、はい。まだまだ明日も楽しみですし、えー、これで沖縄で、ね、琉球と横浜の試合をやるのも楽しみですし、うんはいえーうん、KT3 んくん様の、えー、ケガ。 期間ででで他のメンバーがすすごく成長できたと思うそうですねステップアップというか、えー、底上げが、ね、できたのは間違いないかなと思いますしいない時間帯が、ね、どうしても絶対出てくるじゃないですかクンサーはらしい選手で、えー、30分35分出る試合ももちろんあるとは思うんですけどもでも、ねあのー、出ない時間帯っても少なくからずあるので、まあ、そのじ時間帯のせ成熟度というんですかそういうのは絶対に高まったと思うんでね。うん 明日のシスレビューは、えー、1時間まあそうですね明日だから1時間ぐらい予定して、えー、ただ明日は間違いなく重厚症めっちゃ出るんで、えー、B1 でねあのだからえっ、ー、と10 20分とか、えー、11時20分とか、まあ、平日なんでなあんま遅くならないように、えー、15分とかからねやろうかなという風うに思ってますうん。 ラさんズボンさんが届きに来たらメンバー入ろうと思ってますありがとうございます行きたかったんで本当に今シーズンも群馬の試合ね行く予定だったんですけどね観光総裁ができちゃいまして行けなかったんですよ、うん、えー、っとファンタジーポイント全体3位日本人トップ森さんえー、38.538.5って君様レベルじゃないですかやばやばいねうん えー、量産して休めの大きいかなあそうです、ね、ゲーム3までいかなかったのはね、うんはあ、ちょっとねまあちょっとわかんないえっと何だろうどのタイミングで FP の, FP のねファンタジーポイントの記事書くかちょっとまだ編集ちょっと話してないんでわかんないんだけども明日ちょっと確認しようかなと思ってます。 はいえー、ということで皆さんありがとうございます今日ねちょっといろいろと B2 の話したりとか、ねえー、B1 の話しましたけれども、はい、また明日もね同じように、えー、とセミファイナルのあごめんなさいクォーターファイナルの、ね、2試合クォーターファイナルの、ね、2試合をお話しした後でね逆にあれなのかな先に移籍やって後からクォーターファイナルの方があれかな遅い時間になっちゃうけどみんな見やすいのかな、ね、試合見に行って帰ってくる人とかもいるからねうん。 わかんない。はいうん。伊藤さん、そうですね。明日の試合も楽しいですね。はい、あのー、まあ、でも本当1週間まあ、1週間ないじゃないですかね。1週間ない。5日間とかで土曜日からだよね。あの琉球横浜の試合はね。土曜日からの試合だよね。 だからま5日間でねスカウティングしたりとかいろいろ対策したりとかそれをねあの練習もあるとは思うんで落とし込んだりとかするってすごくねタフな日程だとは思うんですけどもね本当に伊藤さん頑張ってくださいズボンのバススケは伊藤アナリストを応援してます <laughs> いや本当だからさーねーこのビーコルの躍進がね楽しみだねーうーんはいはい。 はい、えー、ということで、また明日夜の10時にお会いしましょう。今日も遅くまでたくさんの方お付き合いいただきありがとうございました。じゃあね、またね、おやすみなさい。バイバイ。えー、お疲れ様でした。坂さん、お疲れ様です。うん えー、ひげさんおやすみなさい、おださんありがとう、はじゃさんおやすみなさい、トロうさんありがとう、はるみさんおやすみなさい、めめさんお疲れさま、レッドザクさんお疲れさまでした、モコさんおやすみなさい、サさんお疲れさま、ポリーさん、ポーリーさんかなおやすみなさい、ありがとうございます、きりまわせバイバイ、またねー。船の上からナマステージスよ